ゲリラ、マジでゲリラで、ちょっと暑いんやけど、やっぱり服取ってくるから繋いでおいてくれへん。いいよちょっと繋いできます。繋いできますじゃないな、繋ぐのは私です。お願いします。ゆうです。あの1回目のねイベント、朝公演じゃない、昼公演終わりました。こんにちは。めっちゃ最近ずっと弥生とまこは一緒にいます。こんにちは、待ってたよありがとうございます。お疲れ様、ありがとうございます。みんなすごい、マコのアイコンなのかな、みんなすごいですね。この前床で、床じゃん、ま、ちゃんとマットの上で寝てましたよ。マコの配信の後ろで、なんでマコの配信の後ろでかっていうと、マコがその布団の上で配信してたからです。みなさん、マコを、マコをね、応援、まあみんなですね、あのみんな応援してるのでお願いします。ん、うん、昨日の夜もありがとうございます。昨日の夜も短期間でめっちゃ成長してる、ありがとうございます。何の話だろうあごめん、めっちゃ揺らしちゃった。どんなんだっけ、好きだもん知って、ドクドクドクス、はい、ごめん、め揺れすぎてお疲れ様です。どんどこ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 、やめよう玉ねぎ辛い。せっかくサラダとか買ったのに、おにぎり食べたら意味ないやん。どうしよう。うん、もういいもん。大丈夫、大丈夫。何話してた？うん？昨日床で寝てた話。うん。うん。どうかしてるの？ピザムヒやってないよ。ん？うん。初のね、赤衣装なんですよ。いいな。私は前のライブと一緒でした。うん。形もね、一緒やった。やばい、かぶれてないってきた。ピンクの毛布が近くにあった。ああ、大丈夫大丈夫。セーフでした。そうは、自転車に乗っててさ、席譲ってん、でさ、これ向こうって、ここ二人空いててん、ね、電車か、自転車って、自転車で席譲って、何人乗り？そんなシェアバイクみたいな、うん、で、そしたら小さい子とお母さんが乗ってきてん、うん、だから、アホがずれたら座れるやん、二人、うんうん、ずれて、ずれてん、小さい子座ってんけど、うん、お母さん座らへんかったん、うん、その理由かぶれるから、で電車の布で、え、そうなの、うん、こんな人いるんや、うん、確かに嫌な人が座ってるもん、うん、身につけなかったから、ここで青のペンライト失敗ポイントこう。酔った？あ、4.5 いった。うん。忘れてた。もうこの覚えてない。多分忘れてた。うん。じゃあいいやん。見たら大丈夫。うん。おにぎり食べたら金がもらえる。2年次？頑張ろう。
美味しいね。多分今見てる皆さんは劇場に来られてない方だと思うのでいるんですけど、結構ガチのファッションショーです。うんうんうん、多分今日ツイッターにみんな上げ出すと、うん、ツイッターとかにね上げると思うんですけど、メンバーがすごいガチなんで楽しみにしててくださいっていう報告。うん、マコチが出てたら申し込んでた、ごめんなさい、本当に落ちたんで。あのこのファッションショー落ちた理由を言いたい私は、うん、もう自覚ありなんですよ、うん、なんかクールオーディションでクール2ウォークとスマイル2ウォークみたいなあったんですよ。でクール2ウォークの何回目、1回目はちゃんと行ったんですよ。で帰ってくる時にこうメンバーがね後ろで待機してるんですよ、オーディション待ってる、うんうん、椅子座ってて、そのメンバーたちとねあの目合わせてニヤニヤするんですよ、うん、でそのままあのまた歩いて行っちゃって、クールなのに2回目で、うんうん、あのめちゃくちゃ笑顔にしました。リーダーさん通ってありがとうございます。 A も笑ったから最初はそれが原因やと思ったけど、うん、普通に下手くそやったからかもしれへんね。はいはい、けど、うん、クールって言われてて笑顔するやつおらん、なんかかっこいい笑顔作ったこれは、うん、もうニコーって笑って審査員の人目見て、うん、で帰ってくときにあクールやったと思ってなりました。いや絶対歩き方変やった。でもモノパさんとか笑ってたもん後ろで。リエも笑っちゃった、うん、あれ結構美味しそうですよね。美味しそうですよね、喋りは。ちょっと今5人目ですけど、まだ並んでますもんね。あらら。もういつかランウェイ歩ける時が来たら皆さん見に来てくださいね。ね、発展途上国やから自分で、うん、発展途上国ってあかんくない？発展途上国ってもう発展せえへんで。そう、なんで？うん、先進国、あ、そういうことね。なるほど、難しいあの人、言い回しが。うん、今日はヤヨちゃん起きてるよ。食べる？うん、アタクがファッションイベント行くの来て、そんなん、そんなことないよ、そんなことないよ、そんなことないよ。僕はそう思うよね。あ、なんだなんだ、だいたい通じに楽しい。うん、ヤヨちゃん見せて。見せた。お疲れ様です。つなぎの弥生。キタチさん、スターありがとうございます。なんかさ、今日こんなに配信できると思ってなくてさ、タイマーつけてないね、何分って数えてないねんけどさ、うん、大丈夫ですか皆さん、あと1時間ぐらい残ってますか。食べて1個。うん、え、2個食べてよ。食べるの？もう1個食べる？あ、そうしよう、うん、そうしたらいいな。うん、もう1個持ってくる。カツサンド結局さ結局めっちゃ食べてるやん。一人一個食べてるやん。短時間さえ使い切らないよ。それがね、あと何時間残ってるか分かんなくて、はい、ありがとう。
合うことがいいな。うん、残り何分とか見えんのかな。ともたんさん、ハープいっぱいありがとうございます。メイクはいつもと違う、私たちはいつもと一緒ですの、うん、メイクさんさ、うん、違うからさ、うん、いつものメイクとかあんまりないんだ。うん、ともちゃんさん、ハッピーいっぱいありがとうございます。マジでさ、冷凍庫にあるパクって食べたい。食べこ、うん、取ってきた、うん、行こうかな。3時間超えたらどうなる。3時間超えたら強制終了です。うん、うん、うん、おかじいさん、花束ありがとうございます。カルちゃんさん、ハートいっぱいありがとうございます。この配信の前まででちょうど60分使ってるって。またあと2時間もいけますね、多分。あれ、これもこ食べたっけ。1個これ食べた。ああ、そうだよね。結局これ1個ずつ食べてんだよ。やだ、残した意味。最近めっちゃ甘いもの食べてるんだけどさ、うん、踊ってるから甘い。いかへん、うらやましいで。踊ってるやん。うん、欲しい欲しい。あ、この腕がいつも。キタツさん、スターありがとうございます。うん、DMM とかで見たらめっちゃ折れそう。腕は膨らへんの。折れるっていうか、なんか飛びそう。腕はつかへんの。うん、見えないところについてる。好き。サラダ買ったのにガッツリ食ってて草。もうね、ギークス。いや、もう一緒。なんならサラダ食べてないもん。じゃあいいやん。好きだ、虫できてる。めっちゃ飛んだ。時だかつ。時だかつ。はい。心の。片隅で寝ていたはずなのに。なんか質問コーナーしよう。質問コーナー。質問コーナーします。好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物はお肉です。お肉。好きな色は何ですか。青です。好きな髪型は何ですか。誰のですか。自分がするの。自分がするの。うん、うん、ストレートで片耳かけ、うん、かハーフアップ、うん、かポニーテール。自分が一番好きなのは、うん、なんかさ、ここをさ、なんかアーニョみたいにする。あー、クリンパー。あ、そうそうそう、髪の毛かな。私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごい、すごいよ、すごすぎる。覚えてない。はい、切り替え早。何しよう。なんとこい。うーん、スカートとズボンどっちが好き。ズボン。うーん、ネイバースカート。うん、してる。お疲れ様です。好きな飲み物は何ですか。好きな飲み物、水。おお、いいね。好きな、好きな同期は誰ですか。好きな同期は、そうですね、そうですね、坂なんで辰本弥生です。はい、正解です。言わされてます。はい、弥生ちゃん好きですよ。好きですよ、うん、知ってる、知ってるよ。
それが聞きたかっただけの質問コーナーやないか、うん、じゃあ、うんうん、やってみたい曲は何ですか。やってみたい曲はミッチワンと、うーん、やりたい。ちなみに誰ポジション。え、何なの、うん、うん、うん、なんかもうできたらいい、とりあえずはるかさんがやってたポジション、あ、やってたな、うん、ココナさんがやってたポジション、うん、ウィッチワンと、うん、まあ、こっちはユーリポジがいいよってきてる、ユーリさん、うんうんうん、ぽい、うん、虫も二人が産んで、うん、ない、分からへん、拾うかもしれない、分からへんな、12周年でできるかもしれない、そうやで、そうやで、まだ全然めっちゃしたいし、うん、欲望もの、難しそう、したい、ダンスが上手くなったらしたい確かにそれ、ダンスが上手くなったらやりたいですね。ハチノスダンスはコリゴリです、アンダー入ってたよね、うん、死ぬ気でやった、欲望もの、何倍ありそうやって、いやいやいや、あ、いやいやっていうか、そのやりたいけど、うん、分かる、確かに難しいからね、うん、尊敬する先輩は弥生、うん、尊敬する先輩、佐田のはるかさんと、うん、真鍋杏樹さんです。テンプレみたいな答え方ですね、テンプレ、うん、絶対いいよね、パンダタカさんありがとうございます、だるま、あ、こっちはちょっとな、なんかさ、わかる、好きな先輩と尊敬する、うんうんうん、なんて入ってからさ、あるやん、やっぱり、うんうんうん、知るやん、いろんな人の、そうそうそう、だから増えるんよ、わ、うん、かる、若菜さんとかも尊敬する、わかるわかる、そうなんですよ、だから一概に誰とは言えないですね、好きなしたい曲ある、弥生、うん、でも結構らしくないしたくて、かなた、マジ、でもユニットやったら、うん、私がしたいのは、うん、残念少女っていう、うん、AKB さんの曲があって、うん、途中でほっといたよ叫ぶねんけど、いいですね、それをやりたい、いいやん、ダンスうまくなったらドントルックバックって。ちひちろどこで？どこへ？ちひさん尊敬してますよ。うん。な。てかなんか基本みんな尊敬してる。そう、みんな基本ね尊敬してるんですよ。うん。その中でも特にっていう、うん、そうそう、ね、知ってるとかあるから。うん、ほん、なんかあんまり絡まんかったわからんくない？うんうんうん、初期とかってあんまり先輩とかと B2 だし、うん、絡む機会があんまりないんですよね。B2 の先輩はある、そうそう。僕だ。ダンス上手くなったら僕だって泣いちゃうよって。あ、わかる。ちゃちゃらちゃってて。あとプロムの恋人したいんですけど、やったじゃない、やったじゃない。いいやったよ。でもやっぱ虹の作り方がずっとカニマヨはしたくて。うん、わかる。うん、もうめっちゃほんまにしたくて。でも。かなったもんな、かなった、なめっちゃ落とし穴もしたかった、あ、言ってたよな、落とし穴、そう、ユリイカダダダとかしたいってブログに書いてたんですよ、うん、それをね、ちょっと網羅してますね、すごい、いや、全然、え、なんて書いたっけ、初期のブログにやりたい曲なんて書いたかな、かなってるのあるかな、めっちゃかなってる、え、すごない、めっちゃかなってる、え、ちょっと待って、ちょっと調べよう、手もでもいい、え、もうほんまに分かる、うちらでハートの独占権やるって決めたやん、うん、勝手にな、ゆうがお姉ちゃん、あそっち、あ、でも衣装の色的に紫じゃない、まこが、そらそう、まこがお姉ちゃん、まこがお姉ちゃん変な感じ全然お姉ちゃんじゃない、なんかすごい書かないと、
たいでしょうね。あ、見つけた。ポニシュシュやりたいねんな。あ、わかる。ポニシュシュとかなんかユリイカとかエモい系の曲が好きやねんな。わかる。わかる。ポニーテールらしながら。え、けど今回のナンバーズアールで一回ね、うん、一番最初の段階で瀬戸りに入ってたんですよ。白組のポニシュシュ。ポニシュシュか瀬戸り会議みたいな。瀬戸り会議の第一回瀬戸り会議でポニシュシュがね入ってたんですよ、うん、ポニシュシュかあの、うん、夏のサウンドグッドの、うんうん、なんか夏曲系で、うん、それであの真夏のサウンドグッドになったんですけど、うんうん、そうポニシュシュもねしたいですね。いつか僕はいないと嘘つきマシーンって書いてる。嘘つきマシーン、あと最後のカタルシスって書いてる。え、僕はいないわ。でもお疲れ様です。あ、配信してます。あ、あ、あ、入れますか。変なこと言わんでよかった。配信してないです。してないです。あ、してない。はい、してないです。自撮りしちゃいました今。嘘やん、絶対嘘やん。全然全然。若菜さん、したい曲ありますか。したい曲、披露してみたい曲。めっちゃひどい、ひざ痛い。披露したい曲は、はい、あれ、抱きしめられたら、うん、あ、いいよな。めっちゃ良さそうな。なんか、じゃあチキン南蛮食べるとか。あ、チキン南蛮全然違います。まず猫アレルギーね。よかったです。めっちゃ可愛かった。ありがとう、優しい。可愛くないとは言われへん。そうですね。そうですね。そんなことない。ありがとう、優しい。ずっと猫耳つけてましたね。え、思ったな。びっくりした。呪いかかってたの。妄想でも猫。宮パパさん、ハートありがとうございます。うん、飼い猫。飼われてる。飼い猫です。それに弥生、ほら弥生ここについてるから。飼われてるやん。あ、そっか。質問コーナーして。あ、そうやった、そうやった。終わって途中で。今欲しいものは何ですか。今欲しいものは、家かな。やばい、ちょっと現実的すぎるので。確かに。なんやろ、好きな、好きな色言った。もう初対面の会話なんよ。好きな色とか知ってるしな、青って。うん、どうしよう、思いつかへんくなっちゃった。うん、いいえって言ってちょっと信じてる人いるんですけど。好きな、うん、好きな、よくコンビニで買うもの。それはコンビニ行った時に気分の気分やろ。焼き鳥何買うやろ。あ、けどあのレジ横は結構買う。ああ、あのレジ横の、そうそうそう、春巻きとか唐揚げとか焼き鳥とか買いますね。好きなアイス。好きなアイスはハーゲンダッツ好きやけど、ちょっと絶対体調崩すから、うん、なんやろ。ユーロパピコ。あー、好きそう。でもあのウサギさ、うん、ピノっていう名前やね、うん、ピノかパピコで迷って、うん、ユーロパピコをずっと推してたのに、うん、家族がもう絶対にパピコは嫌やみたいな。ピノやろ、うん、パピコはやばい。なんやろ、パナップとか好き。でもあ、パナップ、パリパリミルフィーユ。そんなんな、うん、知らんかった。でもチョコミントのアイス全部好き。うわ、わかる。でっかいぎっしり満足チョコミント、うんうんうん、めっちゃ美味しい。え、好き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 。なあ、クレープのやつ。あー、昨日食べたやつ。うん、そう、あの取られたやつの子にスッて取っていたやつ。吸気性オーディション応募しましたって。頑張ってください。すごい、じゃあ未来の吸気性が見てるかもしれないと。わあ、
最悪アイスの話とかしちゃった。もっといい話、深い話。確かに深い話しとけばよかったチョコミント美味しいよねめっちゃ中身ない話な、入ってきて、うん、チョコミントの配信見ました気まずいな、気まずい気まずい。でもそうだね、お疲れ様です。え、誰じゃない、どんな子が入ってくるでしょうね。オーディションのコツは、え、あの嘘をつかないことですね。嘘ついた、え、嘘ついた、うん、なんか震えてますとか言っちゃったもん。緊張して、まあ、ちょっと震えてるんですけどとか言っちゃったけど、うん、受かったから、なんでもいい、なんでもいい、なるほど、何してもいい。まあ三次審査あれで受かったから大丈夫やで。うん、知ってる。何も怖くない。何も怖くないよ。ほんまに。ちょっと再現して今。一生いじられるんですよこれ。ハツキに。似てる似てる。最後どうやって最後どうやって終わる。最後なんか口こうやって。口こうって終わるんですけど。こうやって。大三角形。一人指出してて。目いってたもんなあれだって。めっちゃ似てるね。目死んでたね。もうあれはやばい。ほんまにやばい。何何？本当に何？皆さん絶対調べないでください。めっちゃ似てるってほら知ってる人いるから。やめてやめて。知ってる方もいるんですよ。そうなんですよ。オーディションのコツはなんだろう。もう。自信持っていくこと、自信なくてもいいけど全力全力、素の自分がな、うん、一番良くない。あんまり別にそんな受かりたくないしって思ったらバレる。お疲れ様です。お友達グループであれのスタンプ作る、え、無理すぎ、どうしよう、すごい見たい、欲しいです。やめてください。私服みたい、マコ私服でこういうのつけてそう。え、チョーカー持ってないねんけど。え、なんか、うん、どうだったんかな。う、飼い猫だよ。猫、猫マコ、猫のこち鼻で笑われました、先輩に。変な顔したからやった。最終日ギリギリで書類出した。最終日の人多いよな。でも出した人受かった子で。そんなことない。せやん。1週間前ぐらいに出した。マジ2週間前ぐらいし、美咲も2週間前ぐらいに出したって。え、誰やったっけ、池穂のも、うん、亜美も、うん、前日。そうなんだ。そう、最終日に出したって。あ、でもあやぴも3日前って言った。うん、みんなギリギリやん。確かに夏休みの宿題最後までやらんタイプやな。自分ら優秀やな。優秀や、2週間前に終わらせて。ぶっちゃけ関係ないもんな、絶対、うん、絶対関係ないんですよ、でも、うん、知らんけどな、うん、忘れるくらいなら先に出しといた方が、うん、そうそうそう。みんなどんな写真送ったんですかね。ねえ、あれ何聞かれた、最終審査でさ、うん、質問。やばいね、やばいやばいね、やばい、干されてた、やばい。学校ではどんな委員会に入ってますか。そんなマニアックな質問くんの。今はじゃんけんに分けて体育委員やってるんですけど。じゃんけんに分けてとか言ったらあかんやろ、絶対。ほんまはやりたくなかったなって言うとか、はい、そうですね、正直でよろしい。裏の仕事、うん、なんていうの、会計委員とか結構そんな理解員に入りたかったんですけどみたいな、で出ていくような仕事したくなかったんですみたいな感じで。なるほど。だからそんなこと言っても体育員ってこうやらなあかんから、ラジオ体操。なるほど、ラジオ体操人前にするなら、うん、もう無理ですよ私には。確かに、うん、なるほどね、理解員でしたみたいな。何してんねん。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。新体操高校受験の面接や。
です。お疲れ様でした。何入ってたやろ、委員会。もう委員会入ってなかった。係入った。お疲れ様です。係ってとこあるの？うん。お疲れ様です。生き物係。なるほど。委員会はね、仕事が多かったんで。そっか。やめますけ。係員じゃなくて係に入ってました。英語係がね、そうずっとやってました。もうすぐ5時半だよ。ランキング読みます。口の中を整理させてから。耳かきが痛い。その服にこれやったらほんまになんか怪我してる人みたい。いやー、じゃあ読んでいきます。13位二郎さん、ありがとうございます。12位台湾の BK さん、ありがとうございます。10位うまい棒マイ棒さん、ありがとうございます。9位夏の大三角形さん、ありがとうございます。8位タダちゃんさん、ありがとうございます。7位カルちゃんさん、ありがとうございます。6位 P パンダタカさん、ありがとうございます。5位ジョー菊池さん、ありがとうございます。4位フグタンさん、ありがとうございます。3位コカジーさん、ありがとうございます。2位リーダーさん、ありがとうございます。1位引き立つさん、ありがとうございます。ありがとうございました。またちょっとゲリラになるんですけど、またね配信するので、よければ遊びに来てください。ありがとうございました。